飲んで痩せるリンゴ酢レシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。そちらもお受け取りください。それでは今回の動画のテーマは痩せるリンゴ酢ドリンクということであなたにお伝えしていきます。ポイントです。1つ目、なぜこのリンゴ酢ドリンクを飲むと痩せることができるのかっていうその痩せるポイントをお伝えしていきますね。まず一つ目のポイントは腸内環境を整える材料を使うからということで、根本的な痩せ体質へとあなたは生まれ変わることができるんですよ。なぜかというと腸内環境が整って綺麗な方は綺麗に痩せることができるようになるんです。腸内に住み着いている腸内細菌たちのその質ですよね、良い菌を持っているのか悪いデブ菌を持っているのかによって全然体質が変わってくるからなんですよ。なのであなたが今までいろんなダイエットを試したのに、もうなんでこんな1キロも変わらないのとか、痩せたと思ってもすぐ戻っちゃうという方はですね、あなたが悪いんじゃないんです。大丈夫です。あなたの腸内に住み着いている細菌たちの種類をやっぱり変えてあげる必要があるんですよね。どうすればよいかというと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが多く含まれている食事をとることです。代表的なのは発酵食品ですね。お味噌汁や納豆やぬか漬けなどなど、そういった発酵したものをとると痩せ菌たちがたくさん入っているものになりますから痩せることができますし、またポイントはその痩せ菌たちが喜ぶ餌というのがあるんですよね。まあ、代表的なのは食物繊維になるんですけれども、そういった要は腸が元気になってそこに住み着いている痩せ菌たちをあなたはいかに種類を増やすことができて、餌を与えることができて、いつまでもねよしよしと腸内で飼ってあげることができるかっていうね、ここにかかっているわけです。そのために必要な材料を使うのが今回のリンゴ酢レシピということになります。楽しみにお待ちくださいね。では2つ目です。血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があります。これすごく大事ですよ。なぜ太るかって、どんな食事でもですね、大なり小なり血糖値で絶対上がるんですよね。その上がってる時にデブホルモンと呼ばれるインスリンが出て、あなたの血液中の糖質を脂肪に変えていってしまうっていう、そのね、まあ、そんな働きもしてくれてるわけです。ですからそこをいかに抑えるかどうかに関わってるわけですね。その時にこのリンゴ酢ドリンクのレシピが役立ちますよっていうこと。では3つ目です。脂肪燃焼効果があります。いいですよね。いかがですか。一度溜め込んだ脂肪ってなかなかね落ちないんです。なぜかというと食事を取り続けてる限りエネルギーは食事から取りますから、溜め込んだ脂肪をエネルギーとして使い果たそうって体がそもそもしないんですよね。ですからポイントは溜め込んだ脂肪をいかに燃やす作業ができるかどうかということと、それ以上を脂肪を溜め込まないようにするっていうのが大事ですよね。4つ目です。あなたのお体を弱アルカリ性へと導いてくれる効果があります。この弱アルカリ性の体質ですよね、その状態になっている時が一番臓器やいろんなお体の機能が一番発揮できる、まあ、要はスポーツでいうとパフォーマンスがもうマックスで発揮できる、まあ、結果金メダル取れるっていうね、そういう状態にしてあげる必要があるんです。逆に食事をとってしまうとどうしてもお体って一時その酸性に傾いてしまうんですよね。でそれを放っておくとずっと酸性なままだといろんな臓器体の機能がうまく使えない、要はパフォーマンスが落ちるわけです。そうすると結果も出せないということになりますし、そもそも病気になります。なのでしっかりと酸性に傾いたな、まあ、傾きやすいのはお砂糖を使った甘いものとかお肉とか、そういった体がこう酸性に傾いてしまうのをさっとこのリンゴ酢を使って弱アルカリ性へと戻してあげることで、あなたは痩せ体質の状態を作ることができますよということになります。では2つ目の項目です。
何をということで、今回このレシピに使う材料が持つそれぞれの痩せる効果についてお伝えしていきますね。ベースはリンゴ酢を使います。リンゴ酢の効果は脂肪燃焼を促進してくれたり、代謝のアップがありますから、結果脂肪がつきにくくなって、また太るもと血糖値の急上昇も抑えてくれる効果があるのがリンゴ酢なんです。そしてよく YouTube のコメント欄ですとか LINE の方にお尋ねご質問多いのが、先生ってお酢だったら何でもいいんですかっていうご質問もねあるんですよね。もちろん全体的にお酢という効果は共通してますが、なぜリンゴ酢が一番ダイエット向きなのかっていう理由があるんですね。それは酢酸の働きが数多くあるお酢の中でも強いからなんです。この酢酸の働きがあなたの腸をもう元気いっぱいにねしてくれるという効果があります。その結果腸が元気に動いてくれたら痩せ体質へと生まれ変わることができますよってことなんですね。また満腹感を得やすいのがお酢です。その時にあなたのその暴走してしまう食欲をしっかりと抑えてくれる効果があります。そしてむくみの改善の効果もありますから、やはり体重が落ちてもむくんだままだと見た目が変わらないですよね。なかなか気づいてもらえないわけです。それは残念な結果になりますから、しっかりとむくみもキュッと改善して見た目もスッキリとなっていきましょう。そしてここからリンゴ酢を選ぶポイントなんですけども、中にはせっかくリンゴ酢を飲んでもなかなか効果が出ないんですっていう方はですね、その元々その選んだリンゴ酢が太るリンゴ酢を選んでしまってるっていう可能性が高いんですね。では逆にどんなリンゴ酢であれば痩せるのかというポイントをお伝えしていきます。痩せるリンゴ酢の選び方です。まずは手に取っていただいて裏の原材料名をチェックしましょう。そこに材料、原材料名がひたった一つだけ、リンゴ果汁 100% のみでできているリンゴ酢を選べばまずは丸です。でプラス有機栽培、オーガニック、JAS マークなどがついたリンゴ酢ですと、さらに質が良いのでおすすめです。そして、無添加であること、もうとにかく、ここと共通しますけれども、香料、着色料、保存料、あとはお砂糖とかね、人工甘味料ですとか、余計なものが一切入ってないリンゴ酢を選んでいきましょうね。では、次の材料はこちら。チェリーを使っていきます。チェリーといってもいろんなね種類がありますよね。日本で言えばさくらんぼという形で、もうさくらんぼもね美味しいですよね。私も大好きで食べ出すとねちょっと一パックペロリみたいな時があるので気をつけています。なのでフルーツはですね、基本酵素も含まれてますし良いんですけれども、果糖が入ってますから、やはり食べ過ぎは太ってしまうから注意なんですね。で今回私はこのリンゴ酢ドリンクを使う時にさくらんぼでも作れないことはないんですけれども、アメリカンのそのダークチェリーですね、色がブドウに近いようなあのチェリーを使いました。なぜかというとアントシアニンが豊富なので、要するにこう黒い色ですよね、ブルーベリーとかこういったダークチェリーとかブラックベリーとか、ああいったこう茶色い紫の濃い色っていうのはやはりアントシアニンが豊富に入っています。そういったアントシアニンが実は脂肪燃焼効果が高いので、今回はそのアントシアニンの効果が高いチェリーを選びました。そして血行促進効果があります。これはケルセチンというね成分のおかげさまで、血行促進があるということですから、やはり血行が悪いと老廃物が溜まりやすかったり毒素が溜まってしまって、どんどん代謝が落ちて太ってしまいますから、痩せるためにはやはり血行が良いっていうのがねポイントの一つになってきます。でまたチェリーにもむくみ改善効果があるんですよ。はい、そして最後の甘味料としては蜂蜜を使います。この蜂蜜ももちろんピュア 100% の純粋蜂蜜、できれば国産を選んでくださいね。蜂蜜でですね、もちろん摂りすぎてしまってはカロリーオーバーですから太りますが、適量ですとダイエット効果が高い甘味料になります。なぜかというとアミノ酸の効果で脂肪燃焼効果を得ることもできますし、何よりも腸内環境を整えてくれるオリゴ糖であったりグルコン酸が入っています。そしてポリフェノールがたっぷり含まれていますから、このポリフェノールも実は脂肪燃焼効果があるんですよね。そしてなんといっても蜂蜜って栄養価が高いんです。栄養がいっぱいあるということはあなたは痩せることができるんです。なぜかというと栄養不足のままダイエットしても絶対に痩せることはできないからなんです。
では3つ目の項目です。どのようにこのレシピ作るんでしょうか、ということでここからは材料と作り方と実演の動画をご準備しておりますのでお役立てくださいね。まず材料です。チェリーサワードリンクの原液の作り方です。まずは良質のリンゴ酢を 200ml、 そしてチェリー、今回私はあのアメリカンチェリーのダークチェリーの冷凍タイプを使いました。便利です。チェリーが 100g、 そしてピュア純粋蜂蜜、できれば国産のもの大さじ3、そしてこれらの材料を入れる保存容器を1つご準備ください。この保存容器もできればガラス瓶でしっかりとピシャッとね、あの蓋が閉まるものを選ばれると良いと思います。では作り方です。1、保存容器に材料すべて入れてください。そしてそのまま半日は常温で置きましょう。そして置いた後は冷蔵庫に保存しますが、すぐには飲めません。毎日1回、2番目ですね、容器を振って材料を混ぜて約1週間経ってからが飲み頃です。そして飲むときは原液のままではダメですよ。あの刺激がね強すぎますし、そもそも飲めないと思います。うってなりますからね。なので天然水の 200ml、まあ、1カップですよねに対してこの原液を大さじ1杯、よく溶かしてお飲みくださいね。ではここから私が実際作っている実演動画をご覧ください。どうぞ。いいですか。じゃあ今からチェリーサワードリンクを作っていきます。保存容器に材料を全部入れていきます。まずダークチェリー 100g 入れます。200ml 入れていきましょう。を入れてよくかき混ぜます。常温で半日置きます。その後毎日1回瓶ごと振ってかき混ぜて1週間経ったら完成です。ではここからさらに痩せ効果をアップさせる飲み方をお伝えしていきます。効果的な飲み方としましては、まずは食前に1杯今のチェリーサワードリンクを飲まれると良いと思います。なぜかというと、お食事するときに血糖値が上がるわけですから、事前にそれを下げるリンゴ酢サワードリンクを飲んでおくということですよね。ただしこのリンゴ酢ドリンク、飲みすぎてもそんなに効果は変わりません。1日に2杯までで十分です。それ以上飲んでもそんなにダイエット効果変わった結果が出ませんでしたというエビデンスもありますから、飲みすぎには注意してください。ただ体質改善ですから、1日や2日で変わるというものではないんですよね。日頃の食生活や生活習慣を見直しつつ、まずは12週間は毎日美味しく続けてみてくださいね。でまた今回チェリーで作りましたけれども、私別動画でいろんなフルーツを使った美味しいリンゴ酢レシピお伝えしてますから、そちらの動画もぜひご参考にしてみてくださいね。そして最後注意です。あなたがもしですね、ちょっと最近胃が疲れてるなとか、
と胃もたれしてるなっていう時は食前飲んだりしない方がいいですし、ちょっとリンゴ酢お休みした方が良いです。あの何せですね、酸性でちょっと刺激が強いのでかえって具合が悪くなってしまう可能性が高くなりますから、そういった体調が優れない時はお休みしてあげてください。またあまりにも空腹時に急に入れてしまうと刺激が強すぎますから、気をつけて飲まれてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回は飲んで痩せるリンゴ酢レシピということで、チェリーを使ったサワードリンクをお伝えしました。日々のあなたの健康的なダイエットにお役立ていただければもとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。